ミガラバー、皆さんこんにちは。和京のアレンです。今回アレンはこちらペガサスミャンマーさんに来ております。こちらは、ローカルの商品を置いた、お土産屋さんで、なんと4ヶ月前にオープンしたばっかの新しいお店です。はい、こちらのカトゥーンもオーナーさんがカトゥーンを変えているということで、こういう感じでオーナーさんオリジナルの商品もこういう風に展開しております。では早速中に入っています。ミガラバー。はい、まずこちらご覧ください。なんかオーナーさんが毎回毎回違う商品をこうやってオーガニックの果物を売ってて、今回グレープフルーツを1500チャップこういう感じで1つ売ってたんですけど、もう全て売り切れでなくなっております。はい、で店内の様子をこれから一つずつ紹介していくので、こちら一つ見てみてください。こちらすべてこちらに置いている商品はすべてオーナーさんの手作りホームメイドで、すべてヤンゴンで採れたものから作られております。こちらが先ほど紹介したオーナーさんのカトゥーンですね。オーナーさんが作ったカトゥーンのやっぱアニメのキャラクターをこうやって T シャツにプリントさせて、こういう感じでミャンマー独特の雰囲気を出した T シャツが出来ております。でこちらもですね、ハンドメイドで作られた女性用の靴ですね。こういう感じでたくさん品揃えがあって、すごく大人気だそうで、どん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 新しいデザインもこれから作っていくそうです。はい、で続いてこちらが女性用のロンジーで、男性のロンジーはこれから作る予定らしくて、今入荷待ちなんですけど、今女性用はこうやっていろいろあって、こうやってセットでも売られてあるので、もしも定規一緒に買えたなって方はすごくいいのかなと思います。デザインも少しイザナプラザとか他のローカルのところで見たとことは少し違って、またいいのかなと思います。はい、ではじゃあ続いてオイルとか食べ物とかそういったものについて紹介していきたいなと思います。こちらをご覧ください。こちらもこうやってローカルのオーガニックを主に中心としてすごくこだわった商品をこちらに置いてあります。はい、でこちらがこのティーですね。こういう感じでこちらも全てオーガニックで、1個ずつ紅茶好きな方とかにはたまらないのかなと思います。はい、1つずつすごいオーガニックで丁寧に丁寧に作られた商品を置いてあります。こちらがですね、少しアレンが気になったのがこちらの商品。ミャンマーのなんか伝統的な食べ物、お菓子らしいんですけど、なんかすごくちょっとチンスコに似たような感じがします。はい、沖縄のですねチンスコに似たような感じがしてて、はい、次回買いたいなと思います。はい、で続いてこちらが、今回今 YouTube を見てくれてる方にはすごく特典なんですけど、こちらの商品ですね。これはオーガニックでできたココナッツ のヘアオイルなんですけど、今7300チャットですねあるんですけど、これ実は今3月いっぱいまでこれ 10% ディスカウントしてくれるらしいので、もしもこの YouTube 見てこれいいなと思った方、はい、ぜひ買いに来てみてください。すごく髪の毛にいいくてすごく人気だそうです。はい、続いてこちらミャンマーといえばやっぱり市民の中で欠かせないのがこのオーガニックの唐辛子なんですけど、こちらはこの料理とかに混ぜて作るタイプのやつなんですけど、こちらはですね、このインドとかでよくあるこのカレーに入ってあるパターンの唐辛子で、すごく辛いやつで、これも3000チャットですねで売っております。はい、でこちらが、よく東南アジアに住んでる日本人の方好きな方多いと思います。これマーラですね。マーラっていう辛い鍋とかによく入ってるやつで、これもここに元が売っております。はい、でこちら紹介するのがこのジーニアスっていうコーヒーなんですけど、これコーヒー好きな方にはたまらないのかなと思ってて、こちら5500チャットで、オーナーさんによると一番人気な商品だそうです。はい、でこちらもどちらもオーガニックなんですけど、このジーニアスのこのコーヒーの豆はインドネシアで行われるコーヒーフェスティバルというのがあって、そこでもこうやって出店しらしくて、どん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 規模を展開していくらしいです。はい、こうやってなんかお土産屋さんにしては珍しいんですけど、こういう感じで絵を描くこともこうやってて、実際に3名の方がこうやって書きに来た感じです。はい、こんな感じで商品、いろんな商品揃ってて、こちらがこのお土産屋さんのですねオーナーさんの歌です。はい、ミガラバー、ミガラバー、ミガラバー。
で今回、こちらでアレンが購入するって決めてるのはこちらの先ほど紹介したジニアさんですね。こちらジニアさんをうちの、スタッフマンダリンもカンちゃんもコーヒー好きなのでこれをちょっと試しに買ってみたいかなと思います。こちらとあの実はここの冷蔵庫に一番おすすめの商品があるということでこちらオーナーさんが教えてくれたんですけどこのクイーンスフルーツなんかっていうこのジュースがあってこれミャンマー の果物からできたジュースらしいんですけどこれがすごく有名らしいのでこれ今回このとコーヒージニアス2つ買いたいなと思います。はい、今回アレンからのリポートは以上です。これからまたいろんなお店とか入っていろいろと紹介したいなと思うのでこれからもよろしくお願いします。ではタッター。